3連休の最終日、海の日の今日、別府市の海水浴場で海開きが行われ、多くの家族連れが訪れています。別府市の関の江海水浴場では、毎年海の日に合わせて海開きを行っています。今日は関係者が今シーズンの安全を祈願しました。そして家族連れなどが早速気持ちよさそうに泳いでいました。みんなで泳いで楽しかった。外はあったかいけど海は冷たい。県内は各地で気温が上がっていて熱中症警戒アラートが出されています。最高気温は日田で38度、大分で34度などと予想されていて、こまめな水分補給が大切です。関の江海水浴場は来月12日まで開放されています。